ラントクロイツァー P1500 モンスターは第二次大戦中にドイツで計画された超重戦車である。この P1500 モンスターはナチスドイツが第二次世界大戦中に構想した超重戦車でナチスドイツの極端な戦車設計の最終点に位置する。計画上の巨大戦車としては重量戦トンのラーテが知られるがモンスターはそれをさらに上回っており、 重量約1500トン、全長42メートル、全幅18メートル、高さ7メートルである。搭載される大砲は、ドーラの80センチメートル砲であり、その大きさから砲を旋回させることはできず、自走砲として固定搭載を予定したとされる。鈍重重つ大サイズのため、走行可能な場所が制限されるだけでなく、他の戦車の生産力に影響を及ぼすことなどから、 構想で終わった。1942年6月23日、ドイツ軍受賞は、自長1000トン級の戦車として、ラントクロイツァー p 1 0ラーテを提案した。ラントクロイツァーは直訳すれば陸上巡洋艦である。アドルフ・ヒトラーは、この提案に関心を示し、開発を指示した。同年12月、クルップ社は、より巨大な1500トン級の戦車を設計した。これが、 P1500 モンスターである。1943年、軍需大臣、アルベルト・シュペアは、P1000 及び P1500 双方の開発計画をキャンセルした。この陸上巡洋艦は、クルップ社の製作した合計 800mm のシュベーラー・グスタフ砲を搭載するための自走プラットフォームとして設計された。シュベーラー・グスタフ砲は、 第二次大戦の実戦で発砲されたものとしては、最大の方向並走である。この砲は、強固に防御された目標を攻撃するために設計され、射出する7トンの弾頭は、最大射程が 37km に達した。ー具スタッフ用の合径 800mm 砲弾。隣は、ロシアの戦車 T-34 モンスターの全長は 42m と、想定され、 全重は1500トン、250ミリメートルの、車体全面走行を持ち、満車性の4機の U ボート用、ディーゼルエンジンを装備し、搭乗員は100名以上を必要とした。主兵装は800ミリメートルドーラ、シュベーラーグスタッフ系列車砲である。副兵装として2機の15センチメートル SFH-1080 榴弾砲、および後継、mm、合計15ミリメートルの MG151。 機関砲多数を装備した。設計案では、旋回砲塔や搭乗員を保護する密閉構造は設けられず、戦車よりも自走砲に似ていた。運用方法は、原型となった8 0トル列車砲や6 0トル自走急砲カールと同様だった。つまりこの戦車は、直射による砲撃で敵と交戦することは想定して、おらず、砲弾を、 後方から戦場へ投射した。より規模の小さい全重188トンの超重戦車マウスの開発で、この種の巨大車両が抱える問題が明確となった。例えば、これらの戦車が道路を破壊すること、橋梁を通過できないこと、道路、または鉄道による戦略的な輸送が難しいことである。車両が巨大化するほど、問題の克服はより困難なものとなった。 マウスの開発過程では、その自走方法の問題も明らかになり、試作車両は目標とされた速度条件を満たせなかった。これは P1500 のようなさらに巨大な戦車はより鈍重になることを意味した。また、巨大な図体のために連合軍航空機の格好の標的となることも予想された。ありがとうございます。